皆さん、ステラジは山城と申します。スタースタイルプレゼントウェブレディオプログラムステラジ、この番組は総合創作サークルスタースタイルプレゼント代表の山城が日々思うことを語ってみたり、スタースタイル各チャンネルの動画紹介をしたりする、インターネットラジオプログラムです。ということなんですけど、まあ、で最近ちょっとずっと簡易版が続いて申し訳ないところなんですけど、今日もね、あと40分で収録を終わらせて編集をしてアップロードしないといけないっていうね、ちょっと今状況になっておりますので、40分でとにかく終わらせないといけないので、超、今までにもまして超簡易版でお届けしようと思っております。すいません、こんな感じばっかしですけど、逆にまあ短い方の方がどうせ無駄な時間を過ごさんでいいから、いいわみたいなね意見も聞こえてきそうで、ギクギクってところなんですけど、まあこんなこともねあんまり話しとれない。編集も含めて40分ですからね、まあまあきついぞということでね、もう今日はねサクッと今週の動画紹介をしながら近況を語っていこうと思います。ということで、もうねこのまんま、すみません、今日は、そのまま、ぶっ通しで、This Week's ラインナップやっていこうと思います。もう途中の CM とかも何も入らなくてごめんなさいよ。まあ、CM はタイムでいいかってこれですけどね。ということで、今週ねどんな動画を投稿したのか見ながら、ちょっと近況も間に挟みながら、とりあえず15分ぐらい喋ってみようかなと思います。で、今週紹介する動画は5月20日から26日ねということですね。で、5月20日にアップロードしたのが、スターステージ総合チャンネルで、駅前散歩ね、大垣駅の、OKB ストリートのあたりね、からスタートしたところ、駅前からスタートして OKB ストリートに、入っていったところらへんですね、の動画になってますね。まあ、結構面白い、あの綺麗なね、あの噴水周りとかもあったりしましたし、地下通路も面白かったですよね。まあ、やっぱりあの辺り、あの車町とかね、なかなかね、難読地名もありましたけど、いい町ですよね。で、商店街がスタンと長いのもね、面白いななんて思いながらね、歩いてましたよということですね。で、その18番のところから、一つ、切り抜きでね、やったのが、垂水鉄道でね、もらえる激レア切符ということでね、高車証明書が興味深しる件というのを挙げました。これ何かというと、まあ、垂水鉄道でね、普通だいたい観光で乗ると1日乗車券使うようなケースが多いのかなと思うんですけど、今回の場合はね、ひょんなことから、北方幕張駅からね、普通に電車に乗りましたので、普通に運賃をね、支払ってっていう感じだったんですね。だいたい行きがね、大垣とかになると、そこで切符買ってとかっていうケースになるんでしょうけど、まあ、今回の場合はね、無人駅の、まあ、北方幕張駅から乗りましたので、そうするとね、まあ、降りたところで、料金をね、あの運賃をね、運賃箱に支払いをするっていう形なんですよ。大垣駅で降りる場合でもそうなんですって。うん。まあ、この辺りはまあ、三席でもちょっとやっぱ分かれるところがあるんでしょうね。確かになるほどなというところなんですけど。そうすると、ね、改札に出ないといけませんから、改札に出るための候補者証明書っていうのを発行してくれるんですけど、これがね、いわゆる公券扱いな、公券じゃない、時期切符のね、ような扱いになっておって、あれね、その定義が切符類になる定義っていうのが私、正確に把握をしてないんですけど、あれちょっと JR 関連詳しい人にぜひね、ちょっと教えていただきたいところなんですけど、ただあれ、いわゆる通番が振ってあるんですよね。あれだから切符とかになるはずなんですよ。っていうのは、昔ね、切符をガチャガチャで売るっていうようなね、あのサービスをやって、それで、あの、鉄道に興味を持ってもらうっていうのを出したときに、あの、それだと、その切符の通番が、あの、連番が正確に振れなくなるので、あの、法律上ダメですっていう、超お役所仕事じゃないかっていうね、いうような話があったんですよ。まあ、その時に出てきた、そういった、ところの問題とかのところにもつながってくるんで、あおいで多分あれは切符になるんじゃないかなっていうので、取り上げてみました。まあ、多分、再生数が入ればね、きっとあの詳しい方にも、触れてもらえると思うんで、コメントとかで教えていただけるのかなと思うんですけど、まあなかなかうちのね、チャンネル数だと、登録者数だとね、うまくと、そういったところまで行き届かないところもありますよね。かゆいところに手が届かないチャンネル、それがうちでございますよということでございますね。っていうのを挙げたのと、あとはこの時に、大垣駅の途中からね、その車町からの、1本か2本、ちょっと横の筋に本町通りっていう筋の方を、ちょっと歩いた動画になってますね。で、途中で出てくるね、井戸水が、高谷稲荷神社っていうところらしいですね。これも後から知ったんですけどね、あ、なんか井戸水とか
というか、なんか湧き水があるっていう感じでね、見てたんですけど、やっぱりね、あの水の都って言われるだけあって、あの大垣はああいうのが結構あるらしいですね、他にも。うん。あれ自体はなんか、もともと、何でしたっけ、亀、亀色とかっていうのがあったかな、亀がなんかいるので有名な井戸があって、それが、なんか、大垣駅の工事の兼ね合いで、なくなるよってなって、まあ、それで、生活でね、井戸を使う方のためにあの水を用意した、するようになったらしいんですよ。で、そのね、亀の名残のやつは、あの一その昨日の動画で、その18番の方の動画で、扱いました、あの噴水のあたりの、あの噴水がどうもそれで今あの亀の池とかなんかそういうような名前になってるらしいですね。亀の池噴水とかなんか なってるらしいですよ、ということですね。すいません、もう調べずにパパッと喋ってるんでね、正確な情報また大垣市民の方からあのお届けいただければと思います。あのコメント欄とかでね、入れていていただけると助かります、ということで、5月22日21日がそんな感じで、22日は補足動画ね、あげました。品質検査証の内容を改善しましたよということで、住川まみちさんのね、チャンネルをこうね、紹介しましたっていうのが、だいぶ先にね、68の2番で上げさせてもらったんですけど、あれでね、実際やっぱ作ってみたらね、まあ、まだまだやっぱ改善点あるなということで、特にあの、MPFT と言ってやっておったね、ファンの数と、動画の投稿数ね、本数、で、どれぐらいで、あの、効率的に、ちゃんと一つの動画で、どれぐらいの打率を誇ってるのかみたいなね、そういうのを、見るのに、ファンの数が、に対してどれぐらい動画があるか、ね、一人のファンに対してどれぐらいの動画があるかっていうので見て、うん、おったのを逆にしてね、一つの動画に対してどれぐらいファンがついているのかっていう見方にすることによって、数値がね、だいぶ、そっちの方がやっぱ見やすいなというのがありましたので、これ多ければ多いほど、基本的には全部、これ他の数値も平均視聴数とかね、あとは動画の投稿本数、あとは総再生数とかね、そういったようなところとか、他のところやと同じように、数値が高ければ高いほど、基本的には質のいいものですよって分かるようになりましたので、これでまあ、だいぶ見やすくなったかなというので、それに合わせてね、その住川さんのチャンネルもちょっと、見直してみましたよというのをやりました。まあ、そしたらね、1週間くらいでね、なんと、1万再生以上ね、なんと再生数が伸びましたよということで、登録者数も10何人増えてたのかな、もううちね、抜かれそうなんですけどって話をしとったらね、なんかうちもね、あ、なんか上げがたいことに151人ってね、急にね、ポンで150人超えましたんでね、ありがとうございますということでございます ね。なんか何でね、増えるかちょっとわからんなっていう、まあ、どうしてもやっぱり登録者数の分母が、ね、小さいと、そういうこともあるのかなっていうのはありますけどね、何かの手違いで1000人超えないかな。まあ無理でしょうね、こんなラジオやってる時点で無理かななんて思いながらも、22日はそれで、あとは最終回ね、水越しの企画の最終回、近鉄河原町駅までの、大垣駅からね、こう養老鉄道に揺られながら、まあね、ちょうどお客さんもいなかったんでね、もう喋りながら動画をくるくる回しとったら、まあやっぱどうしても途中でね、お客さんが入ってきたかなりありで、ちょっとブツブツな感じでね、はなっておりましたけど、今、統括しながらね。まあ、とにかくね、あの、駅名案内ね、名所案内ね、あれはね、なかなかね、くせ者ですよ。ちょっと私もね、今、いろいろ事前に調べたり、この後、アップロードする動画で、先に言っておきますと、松阪駅と東青山駅ね、行ってるんですよね。で、このね、ちょっと行ってみましたけどね、めちゃくちゃ癖ありましたからね。いやー、あれはね、難敵です。で、気をつけないといけないのは、JR もまあまあ、しんどいこと書いてますけど、近鉄の方が厄介ですね、正直。数が多い、うん。要は、名所じゃなくて、近所にある施設のご案内なんで、名所になるようなとこじゃない、市役所とかね、普通の施設のね、公共施設みたいなやつもね、書いてあったりするんでね、あれはね、感染者がなかなか しんどいですし、もはや、あの、これ、松阪駅から結構どうやって行くねみたいなね、やつね、地元の方にね、ヒアリングで聞いたら、ここは、歩きでは行けませんよと。マイカーでないといけませんよとはっきり言われるっていうね
そういうところもございましたからね。まあ、あのあたりはね、ちょっと、まあ、まさかのやつはね、先にもネタバレしちゃうと完全制覇はできなかったんでね、また改めて車で行ってね、やろうと思うんですけど、まあ、ご存知の通り、今年いっぱいは私ちょっと車での撮影できませんもので、基本的にちょっとね、車での移動はもう最小限でないといけないもんで、今年いっぱいはね、なかなかちょっと先になっちゃうのかな。まあ、それまでにね、ちょっと他の企画も並行してね、進めたりと、あとね、ちょっとね、いろんなね、ちょっともう一プロジェクトね、ちょっとね、いろいろと動かしたりする準備をしてますのでね、その兼ね合いで、まあ、ドタバタをしております。まあ、ただ、もうね、その、一つ動かしたプロジェクト、完全にもう、今見ていただいている視聴者様とは関係のない、って言ったらいいのかな、いわゆる、英語向けでね、発信をできるようなね、ちょっと今、プラットフォームをね、策定しようというのでね、やってますんでね。まあ、喋ったりはもう全然ね、まあね、冒頭のね、スタースタイルプレゼント、ウェブレディオプログラムって、ね、こんなね、発音してる時点でね、あ、英語はできないんだな、もう全然ね、これ、英語圏の人が聞いたら絶対すぐわかりますからね、っていうところがありますので、まあね、もうね、そのあたりはもう字幕でね、うまいことやってたら、まあ今は AI 判定とかでね、そのあたりもだいぶ、うまいこと、しやすいシステムは文字の方ならできてますんで、まあそれで、まあうまいことやっていこうかなというので、今それの準備をしています。ただ字幕を付けるもね、まあ大変なんでね、そのあたりをどうやったらいいのかなっていうのをね、今ちょっとね、アメリカ圏のいろんな散歩動画とかをね、参考にしながらね、見やすい方法とかね、わかりやすい方法、探っていこうかなと思います。まあ基本的にはね、アメリカのね、ニュージャージー州にいる人がね、四日市のね、河原町といったところでね、ピンと来るわけないですからね。この辺りとかどうやってわかりやすくしようかなっていうね、やっていこうと思いますということでございますね。で、あとは、単発動画をね、ポンポンと上げました。理不尽すぎるトイレの使い方案内。これね、短い動画なので40秒ぐらいなんでね、チラッと見て、ぜひ見ていただきたいんですけど、理不尽すぎるトイレの使い方案内っていう動画があります。あれね、まあ、最後まで見ていただきたいですね。最後のおきなかなかです。最初ね、ただの、よくあるね、最近よく貼ってあるトイレの使い方の案内ですけどね。まあ、オチがね、まさかのオチでございますんでね、あそこっていうね、ところがございます。まあまあ、よかったら、まあ、トイレの映像なんでね、何度もあれですけどね、っていうところですけどね。で、あとは DD51 っぽい機関車発見って、これなんかね、北海道の方では結構あるみたいですね、DD200 でしたっけ。うん。なんかね、北海道の駅とかに行くと、結構ありますよっていう話もね、コメントでいただいてましたが、そうなんやってことですね。と思いながら。で、24日、もう本当ですが、22日で、本チャンネルの放送は、一旦終了というかね、定期更新がここから4つ目に移りますよって言っとったのに、結構なんやかんやと突発の動画を撮ってましたもんで、24日もね、結局アップロードがありましたね。水間鉄道のクラウドファンディングね、の動画をアップロードしました。で、水間鉄道のクラウドファンディングで、まあ、うちもね、実際にサイオンジさんのコラボの、やつにね、応募してみたんですけど、なんとね、つい先ほど、連絡がございまして、水間鉄道様から、まあね、私も一応一、応募者になったわけで、まあ、言うなればお客様と言ったらいいのかな、まあね、自分で言うのもあれですけど、ね、っていうことだったんで、やはり進捗報告がね、ちゃんとね、届いてくるわけでございましょう。で、今しがたですね、収録をしてるところで、入ってきました、キャンプファイヤーさんの、何時ぐらい ?19 時46分にいただいてますね。まあ、8時前にいただいた、メールで届いていました。で、目標を達成しましたということで、あ、おめでとうございますという、いや、よかったよかった。一ね、この出資者というかね、支援者としてはですね、いやーよかったよかったという話でございますね。ではこれでね、無事、制作の方に向けて話が進んでいくと思います。まあ残り6日ありますんで、追加でね、いろいろとできるように、追加支援をいただければという話もございますので、まあぜひね、いただければと思います。まあ気になる方はね、うちの動画見てもらったらね、その具体的な、応募方法で、このキャンプファイヤーさんで、どうやったら応募できるのかっていうのと、どういうような保証サービスになったのか、キャンプファイヤーさんのシステムとかね、そのあたりも、多少ね、触れておりますので、まあ、なかなかそういうところも少ないかなと思いますんでね、よかったら、ご参考にしていただければと思います。
ということでね、こんなところかな。あとで4つ目の方で今回から、23日の日曜日から、放送が始まります。で、金土日、一応週末に流していく予定になります。で、あと、すみません、言ってなかったけど、5時放送になります。6時放送に変えますよっていうのは確か通達を、ツイッターか中で流してたと思うんですけど、ちょっとね、6時放送のデータを見てたんですけど、あれね、5時放送の方のが、進捗として対応がしやすいみたいというデータが上がってきましたもので、それで、5時放送にすみません、ちょっと、返させてもらいました。意外とね、私、社会人やってると、こんな5時すぐにね、誰が見れんねんってね、結局なんやかんや言って仕事ってね、6時過ぎぐらいになるじゃないですか、流行ってもね、っていうのがあるんで、まあ最初はね、ですから接客業の時の感覚だったら、ね、8時過ぎまでは帰れやんのがね、デフォルトやったんで、ね、遅かったら、ね、全然12時回るなんて平気でありましたからね、まあそういうような感覚でおったんで、あんな5時できっかり定時で帰れるなんて都市伝説やると思ってたんですけど、いざデータを見てみると意外とやっぱ5時で帰れる人っているんだなということがね、分かってきましたんでね。あんで、実際、市長のその動向とかを見とっても、5時からやっぱ伸びるんですよ。5時台やっぱ伸びるっていう傾向とかが分かってきたんで、じゃあもう5時からアップロードしようと。その方のが、初動がね、つきやすいぞっていうのが、データを見とって分かってきましたんで、で、ちょっとこっそりと、5時投稿に変えさせてもらってます。で、今後はもうずっと5時投稿でなるかなと思います。ということで、4つ目の方では、まさかのね、移動の話で、まさかで新シリーズ始めましょう。まあ、これがいわゆるまさか駅構内名所案内完全制覇シリーズ始まるわけですけど、まあ、それに向けてね、まさかまでの、特ダネ4、快速名特ダネ4回数券でしたっけっていうやつを買っていきますよというのは、あれ安いですよね。1回あたり790円で、まさか4日間が移動できて、快速名にね、乗れますから、まあ、快速名はね、いわゆる通常運賃だけ乗れるやつなんですけど、普通で買ったら1000、ね、20円でしたっけ、かかるのが、790円だったり、200円以上ね、230円ほどね、お得になるっていうね、やつでございますからね。で、これやったら近鉄よりも安いです。で、ね、近鉄の特急と比べてもね、停車数少ないですから、快速名の方が。って考えるとお得ですよということです。で、実はこれね、23日にいろいろと、理不尽すぎるトイレの使い方とかアップロードしてましたけど、あれはね、実は、所用というかね、別件でね、その動画の方でも言ってます。4つ目の方の動画でも今後の動画で言ってると思うんですけど、用事がね、もともとあった兼ね合いで、まあ本当はね、もう一切移動はね、ちょっと控えなさいっていうね、話も出てるところなんですけど、ちょっとすみません、これだけはね、ちょっと、もともとよりもこうやって3日時点からね、話が出ておったところでございますので、ちょっと対応させてもらうね、今まさか言ったんで、まあ最低限ね、行き会だけね、ちょっと動画を撮らせてもらいましたけど、ちょっと道中は、もう撮影もしてませんのでね、っていうことでございます。で、行き会だけちょっと、一応行くのに合わせて、ちょっと軽い企画を打って、やりに行ったのもあるんで、まあまた真っ盛に、行き帰りの動画っていうのも、青山の動画を上げた後にはなると思いますけど、ありますんでね、そのあたりもお楽しみにいただければと思いますよということで、まあそんなぐらいでございますね。まあちょっと時間も、迫ってまいりました。言うて、まあまあ18分20分近くね、もう喋っておりますのでね、これぐらいで閉じてパパッと編集してね、もうちょっとアップロードしようと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。まあ来週以降はちょっともうちょっと時間取れるかなと思うけど、取れないかもしれないということで、まあまあこんな感じで軽くね、週のねまとめ動画みたいな感じでね、ステラジもちょっとね、とりあえず継続はしていきますので、どうかよろしくお願いいたしますということで、この動画はこれぐらいでね、ラジオの方は締めさせていただこうと思います。呼び込みだけやっときますね。呼び込みの指示をどこに立つんだで、これが、はい、番組では皆様からのメッセージ募集しています。この動画のコメント欄または Twitter アドレス@yamaryoh宛てにお送りください。番組ハッシュタグ、シャープステラジ、ステはカタカナ、ひらがなでラジで投稿いただいても OK です。皆様からのご意見ご感想心よりお待ち申し上げますということで、すみません、
聞き直りにもなってませんけど、で協会委員会今週もまだなくて申し訳ないところではございますけど、もうちょっといただくらいでちょっと締めさせていただきたいと思います。また来週よろしくお願いいたします。ということで以上、山城はお届けしました。また来週よろしくお願いいたします。さようなら。